小池 TV の小池です。梶川です。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。拍手なのか分かんないけど、拍手、はい、2022年、まあね、はい、新しくなったし、まだ会えてません、小池と。まあね、まあ、2022年、もうちょいですかね、はい、もうちょいだね。自主トレも行くし、そうですね、しっかり、準備期間になるんでね、からまたきついからね、プレシーズンのさらにちょっと準備をしとかないと、プレシーズンでいきなり入ると怪我しちゃうんで、うん、ちょっと梶川はフィジカルコーチとして、いやー、自主トレ、はい、小池を追い込もうと、ね、追い込まれんのか。まああれやってからさ、まあね、チームの指導に入れればだいぶアドバンテージあると思う、体も、はい、馴染むよね。今回はあれなんですよ、だからできればサッカー選手の自主トレのルーティーンっていうか Vlog 的なのをちょっと撮りたいなと思って、2人がどんな自主トレしてるのかっていうのを、確かにいいね、はい、ぜひ見てほしいなと思ってて、ちょっとしんどいんですよ。いや、ほんとしんどいからね、あれもう痛くなっちゃうもん、ふくらはぎとか。プレシーズンの準備で怪我しそうなる。そうそうそう、結構追い込むんで、うん、まあまあまあやるしかないですよ、ぜひ、ね、それも楽しみにしてもらえたらなと。どうする2022年、抱負言っとく？そうっすね、まあまずはやっぱ昇格したいなと。そうだよね、そこだよね、まずはもう、まあもう目標って言ったらまずはもうそこですよね、昇格っていう大きい目標でいくと、まあ、2チームが自動で今年はプレーオフもあって、しかもまあ4チーム落ちてきてるんで、そうだね、確かに、まあ、その4チーム落ちてきてる J1 にいたチームでさえ1チームはもう絶対上がれないようなシステムとかレギュレーションなんで、まあその中にしっかり食い込んでいくとなるとよりハードな年になるんじゃないかなと思いますし、大分も天皇杯決勝まで、そうだね、本当にいい試合してたので、でなかなか選手もあんまりこう入れ替わりがなさそうなので、この相当、強敵というか、それこそまあね、ノムがいたりとか、ヤマトがいたりとかするんで、うん、まあ、Fコネクトのダービーということで、まあ、負けれないですよね、そうだね、まあ、本当あれだよな、まあ、俺去年そのほらキャリアハイ出てさ、17点取って日本人得点ランキング、まあ、全体の3位だったけど日本人得点ランキング1位で、もうだからなんだろう、もう個人のタイトルっていうかさ、もちろん得点王っていうのは残ってるけどさ、まあ、日本人の1位を取ることができてさ、そうなるとやっぱりより一層こうやっぱり昇格をつかみ取りたいっていうモチベーションになったしさ、そこもね、今年ちょっとあれじゃん、ワールドカップでさ、早くシーズンも終わりそうだからさ、はい、まあ、タイトなスケジュールがあると思うんだけど、だからこそチーム力がね試されるだろうし、去年のあの終盤すごくいい形で戦えたじゃん、はい、だからそれをベースにというかね、スタートからあれでいけるようにさ、これからねみんなで取り組んでいかなきゃいけないと思うし、そうなれば手応え的に俺らもさ、そうですね、本当チャンスあるんじゃないかなと思いますし、まあ、あれが本当にベースになれれば、そこから積み上げていってより完成度の高いチームになれれば、本当に今年チャンスだなというふうに思うので、まあ、ただ本当に、まあ、皆さんも分かってると思いますし、まあ、こういう感じも分かってるんですけど、まあ、本当そんな簡単じゃないというか、簡単じゃないよね、勝負するのは本当に、はい、どれだけ昨年の終盤良くて、それを頭から持っていきたいと思っても、まあ、そんな簡単じゃないことはもう分かってますし、ただ本当にああいうチームになれるっていう可能性はあるので、そういう面でいくとしっかり、厳しく取り込んでいければ可能性は本当に、広がっていくんじゃないかなと思います、楽しみだよね俺ら、まあ、それぞれがさ、ね、やっぱ力を発揮しないと当然そこには到達しないだろうから、まあ、競争もしかり、まあ、トレーニングの、ね、質も量も必要だと思うし、まあ、これから開幕までさ時間もそんなないし、どんだけ積み上げられるのかなっていうところだと思うけど、いやーでももう2020、何歳の年ですか？35歳。あーやばいな。なんか見かけました、ツイッターで。何よ、あの小池が今年昇格にこうできて、ヴェ、はい、ルディで35歳、33歳、 J1 でやれるってなった年は36歳と34歳なんだよなっていうのをちょっとお見かけしたんですよね。確かにそうだね、今年昇格しても来年はさ、もう一個年を重ねるわけじゃん。すげえな、36はもう結構な上の年になりますからね。そうだね、まあその、まあ、年齢だけでいくとですけどね、衰えとかそういうものではなくて、年齢っていうその数字だけ見ると36と34って、まあ、結構な年なんで。そうだね、はい、そうしたいね。でもね、
いや本当にベルギーで本当に昇格できれば間違いなく泣くんじゃないかな。そうだよね。本当にそうなっちゃうよね、やっぱね。はい、まあ、頑張んないとな。まあ、それぐらい2人とも思い入れがこう強いんで、うん、痛くても、入れなかったりとか。そうだよね。はい、どれだけチームに思いがあっても、うん、っていうのが、まあ、この世界なんで、まあ、思いがある中でチームに所属できてるってことがやっぱり嬉しいことですし、うん、そうだね、プラスチームの力になれればこれほど嬉しいことはないなと。引っ張っていけるようにね、俺らがやらないといけないと思うし、はい、そうですね。あれ、もしかしてキャプテン良くない。キャプテンやろうとしてるよね。良くない。多分これ本当良くないわ。ずっと良くない。キャプテンの今年のからずっと良くない。今年のキャプテンは俺だっていうさ宣言しちゃおうよ。俺がサムネ行こうよ。今年のキャプテンは俺だで、うん。やばい。あのやっても恥ずかしいし、やらなくても恥ずかしい。あの中心のね、煽っちゃう。まあまあまあ、そこはさ。キャプテンだろうとなかろうとさ、まあみんながねそれぐらいの気持ちでやれるたら強いんで、それが一番、うん、やるわけだ、大丈夫だ、はい、みんなで新年の挨拶ですよ、俺は。まして、おめでとうございますですから。そうだよ、早いなと、ね、もう始まったらもうあっちゅう間だから。はい、本当にそうなんですよね、うん、今年も本当悔いのない一年にしたいなと思います、うん、またね引き続きベルディもホイカジもちょっとね、やっぱホイカジ TV もいろいろやっていきたいよね。いや本当にやっとですよね、昨年の12月の半ばあたりからようやく、う、ね、うん、ちょっといろいろ取りづらい、はい、なったというか、まあ、コロナの、そうなんですよ、まあ、グラウンドでできるっていうのはすごい良かったですし、うん、まあいろんな方にこう喜んでいただけてるのも目にしたので、うん、そうだね、しかもね編集もあのベレーザーに所属している、ね、村京香選手に、はい、いいよね、一緒に盛り上げられたらね。そうなんですよ、やっぱファミリーとしてこう盛り上げていけてる感じがありましたし、うん、それこそコメントでもなんかみんなベレーザーのっていうのでファミリーでできてる感じが嬉しいっていうのを目にしたので、うん、そういう面では男子とか女子とかいろんな競技が、うん、ベレーザーありますけど、みんなが回りたい、ね、確かに回ってきたい、ね、そうなんですよ、で一緒になれればよりベレーザーが盛り上がっていくんじゃないかなと思うんで、うん、そういう面ではいろんな競技の人ともやりながら、若手も使いながら、うん、ね、まずだから、うん、1万人行きたいね、チャンネル登録。そうですね、なんだっけ、倍かな、なんだっけ、倍、え、倍だね、あ、紫の盾だっけ、なんだっけ、1万人で紫の、あ、銀の盾、え、銀の盾、ないないない、そんな聞いたことない、紫だ、ください、1万人で、1万人の紫の盾ない、一旦紫の盾くれ、あ、ないか、ないんだ、10万人で銀ね、なんで1万で紫やねん、せめて銅であれ。10万人か、うん、まあまあ、まあ、作る、自分らで1万人か緑の盾、緑の盾で作ります、恥ずかしい、うん、恥ずかしいやつ、まあ、いけましたって、やばいなそれは。でも本当に1万人いけたらね、いろんな人に見てもらえればね、はい、楽しいよね。そうなんですよ、ね、本当にそこ目指して、まあ、やっぱ数を更新しないとさいかないから、あれですかね、あの本当にあのコメント欄にみんなコメントしてもらっていいですか。コメントするといいんだよ、コメントがちょっとあれなんです、ちょっと少なめなんで、あコメントしてもらおうじゃん、はい、そうなんです、ツイッターとか上げたときにそちらにコメントはみんなさんしていただけるんですけど、その流れのままあの同じことでもいいですよ。書いていただいて、うん、なるほどね、そういうのあるよね、いろいろね、まあ、楽しみだな、それもね、ヴェルディのことも知ってもらいたいし、俺らのことも知ってもらいたいし、はい、いい機会にね、したいね。いや、本当に、いろいろ今年もやっていきたいな。やっていきたいね、2022年。2022年。うん。まあ、こんな感じじゃない、新年の挨拶。はい。投げよ。だから喋っても、投げよ。何何が言いたかったんだろう。そうなっちゃうからね。はい。こんな感じで、今年もね、ぜひ、ホイカジ TV もね、ヴェルディも応援してもらえればなと思います。じゃあ、よろしくお願いします。次回の動画をお待ちください。撮ってないけど。バイバイ。